ただいまどうも、ようやく巡り会えた。皆さん、カメラバッグって何使ってますか？僕はですね、今までですねカメラバッグ持ってなかったんですよ。なぜかというと、僕のライフスタイルの中で丸一日写真だけ撮りに行くっていう生活スタイルがね、僕の中で今のところないんですよ。世の中に出回ってるカメラバッグはもうね、ザ・カメラバッグって感じで、まあ本当そういう本当ガチなカメラバッグみたいなのが多いんですよ。もちろんね、可愛いのはありますよ、デザインがいいやつとか。でもそういうのに限ってカメラバッグとしての機能性はどうなのってところで、やっぱ微妙なところがねあるんですよ。そこで今日はですね、私ついにね見つけちゃったんですよ。もう一目惚れ。これはどこにあるか分かりますか？シャギン、ランドセルじゃないですからね。よく言われますけど、ランドセルではないです。バカにしないでくださいね。ランドセルではない。これはですね、モントゴメリー、モントゴメリーストリートバックパック、サンフランシスコのメーカーですね。これがね、これすごいいいんすよ。今ね会社から帰ってきたばっかなんですけど、これ会社から帰ってきたそのフルセットが入ってます、すでに。さらに今日はこれに、まあ、一眼レフをね、まあ、今撮っちゃってるんであれですけど、を入れて出してみたいと思います。何が入ってるでしょう、何が入ってるでしょうをやりたいと思います。な感じでね、いろんなものが入ってたでしょ。カメラバッグとは思えないぐらいコンパクト。好みは人それぞれですけど、おしゃれだと思います。はい、まあ、僕の場合はここにね、ここにチャリンコの鍵をつけてます。すごいのが、こんなちっこいのに開けると、よいしょ、はい、 MacBook が出てきちゃう。これがすごい。僕の中で感動したところが、まあここの部分、ここに、まあ、僕の持ってるネクサス7が、おろろろ、ネクサス7がぴったり入っちゃう。ぴったり、こういうね U 字ロックタイプの自転車の鍵がぴったりとここに入る。いや、ほんとね、至れり尽くせりっていうのはね、こいつのこと。で、皆さんね、思うと思うんですよ。こんだけね、機能が良かったら、ここもね、ちゃんとクッションになってるし、価格はじゃあ高いんじゃないですかって思うじゃないですか。ところがですね、これ、Amazon で
3800円。安くないですか。ここまで機能とこのルックス備えて、これすごいよね。はい、参考までに僕の身長大体180で、体格とかはまあ見ての通りそんな別にマッチョとかじゃないんですけど、その80ぐらいの人間がショウとこんな感じ、カメラ出す時はこう出してシュバッと開けてカシャッと、これエアー一眼レフってやつなんですけどね、でしまって、で電車でまあ運よく座れましたと。で座った時にこうやってやってやればネクサス7が遊べる、でしまうと。はい、こんな感じどうですか。色はこれはグレーですけど、オリーブっぽいすごいなんか綺麗なグリーンもありました。めっちゃ迷ったんですけど、まあ何でも合う色にしようと思って僕はこの仕事でも使うしね、グレーを選びました。もうね2個買いしたいぐらいだったですよ僕は。まあ本当使い方は様々だと思います。この大きなスペースに僕だったらこのねミニ三脚じゃないけどこの三脚入れることもできますし、ぴったりだほら。まあもし気になる方がいたらチェックしてみてください。じゃあね、バイバイ。